コミックボンボン増刊号にて連載されたロックマンシリーズを原作とする漫画作品である。基本的にはロックマンシリーズの世界観やキャラクターをモチーフとした作品の数ヶ月後内誌は数年後を舞台のイメージとしているオリジナルストーリーでありが独自の解釈で世界観を作り上げている。作風としては ロボットの存在意義や葛藤を描いたシリアスで重いストーリーが展開される。単行本にはデラックスボンボンで掲載された4コマ漫画や設定資料集も掲載される。また各巻の最後にはそれぞれの話にまつわるエピソードを1ページ漫画で綴っている。第1巻に収録されたロックマン誕生は描き下ろし。単行本は連載当時初期作を含めた ロックマンリミックスとロックマンメガミックス2巻までが出るに止まった。その後、エンターブレインから未収録作品も収録し、書き直しなども含めた復刻版が3冊出版。有賀はホームページにて残り3巻分ほどの構想はまとまっているものの、売り上げの不振により立ち消えになったと述べていたが後に撤回、現在は該当の記述は削除されている。 2008年10月10日に発売されたロックマン級アレンジサウンドトラックのブックレットに掲載されたアリガの紹介文には復活を匂わす一文が掲載、同年12月アリガブログにて2009年復刻予定であると発表。2009年5月26日、一部の絵は書き直されたり、セリフの変更をした上で、これまでの三巻文を二巻文に再編集されて、 ブレインナビより発売。巻末には1995年にコミックボンボンに掲載されてから今までコミックス化されていなかったロックマンを作った男たちロックマン誕生伝説前編後編が収録された。2009年から2010年にかけて続編であり完全新作のロックマンギガミックスが3巻まで発売された。2015年2月から3月にかけて 復ットコムから新装版が2巻まで発売された。以下の設定は本作独自のものであり、原作ゲームとは異なる部分も存在する。ドクターライトが制作した主なロボット、ロックマンへの改造を除いて、彼らは戦闘用ではなく人のために役立つよう作られた。カットマンを含めた6体は、ロックマン誕生で初めてロックやロールと出会ったという設定となっている。 ライトナンバーズ、ロックマンのボスのこと。戦闘用に作られたロボットではないが、その実力は戦闘用に作られたワイリーナンバーズにも引けを取らない。また、本機の特徴として、胸部左に R の文字がついている新ライトナンバーズ、ロックマン Q のボスのこと。ライト博士によって新たに制作されたロボット群。ロックやロール、カットマンたちにとっては兄弟にあたるが、 ライト博士が直接関わっているのは設計段階までであり、ボディは民間企業で製造されたものである。工業用ロボットだが最新鋭の技術によって高められた性能は戦闘用ロボットにも引けを取らない。また、本機の特徴として体のどこかしらに DR という番号がついている。ロボット連盟によって可決されたロボットの廃棄案に反発し、 世界を相手に反乱を起こした。その他のライトナンバーズ、ロックマンロックマンのボスのこと。R20 プラスで的公イラストに姿を見せるのみで本編には登場していない。ドクター・ワイリーが世界征服のために制作した主なロボット。なお、ファースト、フォース、シックスナンバーズはワイリーが制作したロボットではないが、ワイリー自身は彼らもワイリーナンバーズとして数えている。 微光として、ファースト、セカンドという名称は、ギガミックスから登場したもので、メガミックスでこの故障は使われていない。また、ワイリーナンバーズの共通点として、体のどこかしらに W の文字がついている。セカンドナンバーズ、ロックマン2のボスのこと。初の純粋な戦闘用ロボットとして開発されたためか、総じて後のナンバーズと比べても、 攻撃的な思考と性能を持った武闘派集団。メガミックスでは原作ゲームロックマンにあたるロックマン誕生で既に火器の発体は未完成ながら起動が可能な状態であった。史上最強の敵以外何の音沙汰もなかったが、ギガミックスの白い悪夢ではワイリーを守るために白いロボットに立ち向かうものの最終的に全滅してしまう。光るエで、 シェードマンの指示により、サーズ、セブンスのナンバーズと共にダークマンズに回収され、修復されたことが明らかになる。その後、スペースルーラーズのアースの攻撃から、ロックマン、ライト、ロール、ライトナンバーズ、ワイリー、シャドーマンラーを守り、全ナンバーズと共に、旧、ワイリー基地で破損したパーツの代わりとして働き、サンゴットと戦うロックマンにエールを送った。 サードナンバーズ、ロックマン3のボスのこと。原作ゲームでは、ナイトとワイリーの共同制作で、名義上は、ワイリーナンバーズとなっていたが、メガミックスではワイリーが一人で制作した、昇進証明のワイリーナンバーズとなっている。戦闘用ロボットとして敵に、容赦のない振る舞いをする一方、不測の事態を想定して、惑星開拓用の作業ロボットとしての役割も、与えられており、 そのためか必要とあれば本来敵対関係にあるロックマンたちに協力を願い出ることも意図はないなどワイリーナンバーズとしては温厚で物分かりのいい性格の持ち主が多いそういった経緯からかロックマンからも悪いロボットではないと思われているらしくバーニングホイールでターボマンを説得する際には遊園地を救ったフィフスナンバーズと並んで彼らに助けられた時のことを回想している 初登場はメガミックスのメタルハートであるが、すでにロックマンたちと面識があり、ロックマンさんにあたるキガミックスのアステロイドブルースでその理由や彼らの開発の経緯が描かれている。白い悪夢では突如現れた白いロボットを倒すためにセブンスナンバーズと共に戦うが、その見当を虚しく、シャドウマンを除き全滅してしまう。光る汗でシェードマンの指示により、 セカンド、セブンスのナンバーズと共にダークマンズに回収され、修復されたことが明らかになる。その後、全ナンバーズと共に、旧、ワイリー基地で破損したパーツの代わりとして働き、サンゴットと戦うロックマンにエールを送った。フィフスナンバーズ、ロックマン後のボスのこと。ワイリーが最初から戦闘用に設計したはずなのだが、なぜか情に厚い面があり。 なおかつコミカルに描かれている。対ロックマン用戦闘フォーメーションを完璧にこなし、他のロボット軍団に比べ連携能力が極めて高い。全員揃って遊園地でバイトしているので別名、地給戦隊アルバイター。ワイリーが考案した対ロックマン用戦闘フォーメーション、モード B の B はバッチリの B のこと。ロックマン後の事件後は、ワイリーの借金返済のために、 遊園地でアルバイトをしている。雇った親方曰く、ドジでバカでしょうもない連中だが、不真面目な人間よりはよっぽどよく働くと評されている。なお、ホルテからお客を守るため、モード B を完璧に成功させて配送させたことに、対して、ワイリーはロックマンたちを守るときはなぜ強いのかと憤慨していた。この剣から労働に目覚めたためか、史上最強の敵においては、人類へ、 戦線復刻するロックマンの様子をラジオで聞きつつ工事現場で働いている様子が見られる。ギガミックスの暗黒の月ではスペースルーラーズにやられたロックマン、カットマン、エレキマントラッシュを救出した。さらにスペースルーラーズを倒せるロックマンたちを守るために無謀と明かりつつもスペースルーラーズに立ち向かうが最終的に全滅してしまう。光るアスウェイでは コサック博士により回収され、ワイリーに修理を受ける。他のナンバー,ーツ同様、旧、ワイリー基地で破損したパーツの代わりとして働き、サンゴットと戦うロックマンにエールを送った。ロックマンメガワールドのワイリータワーに登場するボスのこと。復刻版3巻において新たに描き下ろされたストーリーメガ,ガガンダーラに登場。完全版および真相版では、 書き下ろし文が除外されたためで番がないが、キガミックスでは、光るアスエでは、クライマックスの世界中の人々が、ロックマンにエールを送るシーンで1コマだけ登場。ロックマンワールド、ロックマンワールド3、ロックマンワールド4に登場するボスのこと。4、コマや飽きこイラストで姿を見せるのみで、本編には登場していない。ロックマン4のボスのこと。 ドクター・コサックが制作した主なロボット。スカルマンを除いて、彼らもライトナンバーズ同様に戦闘用ではなく人のために役立つよう作られた。原作ゲームでは彼らはワイリーナンバーズとなっているが、メガミックスではコサックナンバーズとなっている。ギガミックスのヒカル・アスエでは、スペース・ルーラーズのサターン、ウラノス、マーキュリーによって窮地に立たされた。 ロックマンたちのもとに封印された、スカルマンを除くナンバーズが登場し、埋め込まれたクリスタルにより引き上げられた力で、ウラノスを一斉攻撃で撃破した。しかしクリスタルを装備したことで正気を失い、ウラノスを倒した後も周囲に見境なく、攻撃を続けるが、クリスタルが放出されたことで機能を停止した。その後、コサックにより修理され、ライトナンバーズ、ワイリーナンバーズともに、 9ワイリー基地のパーツの代用として働き、サンゴットと戦うロックマンにエールを送った。ロックマン6のボスのこと。世界ロボット連盟が世界平和のために世界中の科学者に開発を依頼し、各国の代表として第1回最強ロボット選手権に出場していた世界競合ロボット。そのため多くが戦闘用として作られたが、 中には戦闘用として改造されたロボットもいる。コ作サック製ロボ同様、原作ゲームではワイリーナンバーズになっているが、メガミックスではミスターックスナンバーズとなっている。史上最強の敵ではワイリーの手によって操られたが、コピーロックマンによって正規を取り戻し、特殊武器による弱点をオリジナルロックマンに助言するというサポートをした。 ギガミックスの暗黒の月では、スペースルーラーズと戦い、人々が避難するための時間をわずかながらも稼ぐが、全滅してしまう。光るアスウェでは、スペースルーラーズが全滅した後に修復され、サンゴットの攻撃で被災した人々の救助にあたり、サンゴットと対決するロックマンにエールを送った。事件が終結した後、8体揃ってテレビ番組に出演していた。 ISBN978 から40億6321万 8022ISBN978 から40億6321万 8367ISBN978 から47億5771万2805 ISBN978 から47億5771万 3338ISBN978 から47億5771万 3918ISBN978 から49億429万3218 ISBN978 から49億429万 3225ISBN978 から48億3 5四4 5万1725イズン978から48億3 5四4 5万1732ありがとうございます。